アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンは、ドイツの科学者、ギーセン生まれ、はじめゲッティンゲンで法学などを学び、後にユストゥス・フォン・ディー・ビッヒのもとで科学を学んだ。1845年に、ロンドンに新設された、王立科学大学教授となった。1864年に、ドイツに帰って、ボン大学に移り、1865年から、ベルリン大学の教授を務めた。 ホフマンの業績は有機化学の非常に広い範囲に及ぶ。最初、リービッヒのもとでコールタールの研究を行い、これをもとにアニリン関連の研究を生涯にわたり続けた。さらにアミンやアンモニウム塩などの研究も行い、またローズアニリンなどの色素を創生した。ホフマン即、ホフマン脱離、ホフマン分解、ホフマン反応。 ホフマン・バイオレットなど彼の名を冠した反応や法則、物質名は数多い。1854年ロイヤルメダル、1875年コプリメダル受賞。ありがとうございます。